にしちゃダメだよ。続けていこう。行くぞみんな。イーターどもに食われたかと思っていたが、しぶとく生き残ったか。その姿が、あなたの本当の姿なんですね。そういえば、貴様にこの姿を見せるのは初めてだったな。では、改めて自己紹介させていただこう。ロイヤルナイツにおいては、異質なウィルッシュにしてナイトモンの王。輝ける希望のバラをいただく我が名はロード・ナイトモン。これこそが私の真の姿だ。イーターを操っていたのはあなたですね。神城に潜り込み、スエドーさんの研究に協力する形で必要なものを手に入れ感謝してほしいものだ。私の助力によって研究が革新的に進んだのだからな。しかしデジタルウェーブの制御がこれほどまでの力を生み出すとは、私にも想定外の成果だった。まさかスエドが、人間がデジタルなるものの断りにここまで近づくことができる。その力で罪のない人々を滅ぼそうと。罪がないとは少子千万。お前の父親が作ったエデンネットワークが道となり、そして悪夢が始まったのだ。エデンの創始者神城悟の罪は私が裁いた。やはり許せない。許されざるは貴様ら人間どもだと何度言わせるつもりだ。エグザモン、貴様も許せないのだろう。喜び、貴様らに、貴様らに止められるか。まずい、エグザモンも止め、なんとかなる。今こそみんなの力を合わせましょう。我が盟友の声しかと聞き届けた。守りたい思いが強ければ強いほど。ティナもこっちの世界を気に入ってるみたいだし、壊させるわけにはいかないな。これだけの力が集まればいける。あの少年を見ていない。答
ちらに向かったはずだ。そうか、奴は私の追跡をかわった。次は確実に仕留め、しかし今は全力で参りましょう。やはり一筋縄ではいかんか。ダメだ、止ま、飛び立つぞ。あいつは僕が追いかける。このままじゃ僕も行く。このまま逃がしたら、ここは彼らに、ま、今は体勢を立て直さなければ。なんとかな。そうかい。危ない、デュアクモン。遅えんだよ。すまさま見やがれ。これだ、この力だ、俺が求めていたのは。何なの？ねえ、何なのよ、ちょっと誰。ロードナイトモンを取り逃がし、エグ、そして盟友。作戦は一度事務所へ戻って、皆さんエグザモンとの戦いで。私たちが失敗したから。いや、過去を悔やんでも仕方がない。あの場では他に尽くす手はなかった。それにまだ全てが終わったわけではないさ。エグザモンの動きを分析すると、一定期間の活動も
必ず休眠行動に入って、エグザモンの持つ桁違いのデータ質量を維持するには膨大なデジタルウェーブ、とんでもなくね、そのようだな。そしてデジタルラインを経由、デジタルラインをってこと、デジタルウェーブを供給しつつ一部バグ化したエグザモンを、であればデジタルウェーブの供給を遮断する、ロードナイトモンの制御下からも。さすが京子さん、迅速かつこれ以上ない精度のリカップ。褒めてもうまいコーヒークラッシュ。いえ決してそういうつもり。残念だが今はそれどころではない。こちらでデジタルウェーブの流れをたどってみたところ、空論内部にデジタルウェーブの流れが幾重にも重なる。そこがデジタルラインへデジタルウェーブを流し込む制御の要所であると推測。その場所にリエさんはロードナイトモンがいる可能性がないわけではないな。それじゃあ私が行きます。私、エグザモン戦で消耗したオメガモンたちの回復を待ちつつ、確かな情報を収集した後行動するのが得策だが、その剣幕では止めても無駄か。遊具として活動していた君の能力の高さは今さら疑うべくもない。今後の作戦においても大きな戦力となるだろう。だがことここに至って単独行動など論外だ。はい、よろしい。目指す交流点はクーロンレベル5エリアの奥にある。敵トラップなどの厳重な警戒態勢は必至だが。ではクーロンで合流し、よろしくお願いします。ゆうこっち怒ってるね。怒りというより気負いだな。ロードナイトモンが父親の仇と判明した今、無理からぬ話ではあるが、あの状態では思わぬ過失を招きかねない。しばらく。何やら心得違いをしているようだな。まずは君がリラックスする必要がある。どれ、あれを試してみるか。リラックス効果のあるハーブ13種類をブレンドした特製ハーブティーだ。そのハーブティーでコーヒーを入れ、さらに豆腐、煮干し、いずれもストレス解消効果が。私はストレスとか、それじゃあバイって。さあ完成だ。